おやんずです。今日はですね、冬にとっても活躍してくれた北海道のこのね、除雪機くん、皆さんもう使わなくなってただ放置してませんか？今日はですね、一課にちょっとお手伝いをしてもらって、除雪機ね、次の冬に使えるように、まあ、夏場放置するためにしておいたことがいいこと3つ今日はやっていきたいと思います。そんなにね難しいことはやりません。なぜそれをしなきゃいけないのかっていうのも軽く説明しながら、やっていきたいなと思います。もうね、除雪機置いてる倉庫、ただいまめちゃめちゃ掃除中でだいぶ綺麗になりました。後ろはやばい。はい、後ろは映しません。映しません。はい、ということでまずはやっていってみましょうか。はい、いいですか？はい、はい、はい、それではですね、今日やることは、3点あります。3点、はい、3点あります。で、まず大前提にですね、はい、この除雪機、今からやることをすると動かせない状態になります。なので今止まってる位置がそのまま止まってていい位置なのか、それをまず確認お願いします。もうちょっと前に出したかったら今のうちにエンジンかけて前に進めるとかね、まあ、手で押せるんであれば手で押して前に進めても構いませんけど、まあそういうことで大前提に、今からやることをすると除雪機のエンジンをかけれない状態にしますので、よろしくお願いします。じゃあ一つ目いきますよ。まずはですね、除雪機のガソリンタンクですね、これはびっちり満タンにしてください。はい。ね、なんでだろう。なんでだろうと思いますよね。抜いた方がいいんじゃない。抜いた方がいい。うん。どっちかです。すっからかんに抜くか、びっちり満タンにするか、どっちかです。なんか満タンにしてたら、いざ冬ってなった時に。おかしくなっちゃう。おかしくなそうですね。まあガソリンね、ひと夏越すことになるんで、ちょっと古くなっちゃうかなとも思うんですけど、まあ、おやんず的に考えるとですね、まずガソリンタンクの隙間をなくしたいんですよね。満タンに入れることで隙間がなくなります。その隙間があると、その結露を起こしたりするんですよね。水分がくっついてガソリンにつく、混ざるんで、いざ冬にかけようと思ったら水分が含んだガソリンね、でエンジンをかけることになるので、それを防ぐためにびっちり満タンにしておく。これ満タンですか？これ満タンです。はい。で、空にしていざね冬になった時にかけようと思ったら、あらガソリンないっていうのも満タンにしといた方が防げますので、おやんず的にはこれは満タンにしといた方がいいと思っています。はい、びっちり入れてやってください。はい、それで2点目です。2点目はバッテリーですね。バッテリー、これカバー外します。はい、でおやんずのね除雪機はね、バッテリーをあんまり必要としないんですよね。ガソリンで、いやいや、そうじゃなくて、必要としないような、あの、なんつうの、電気の流れになってるんですけど、まあね、セルを回してエンジンをかける方とか、そういう方はバッテリー必要だと思うんですね。で、やってほしいことなんですけど、このマイナスとプラスって書いてるんですけど、このマイナスのここれを外しといてほしいんです。これで言うと、
プラスドライバーですね。ただねじればこの端子外れるんで、外れた状態で冬を迎えてほしいんですよね。っていうのはこの状態だと電気が流れる状態なので、無駄にバッテリーの電気が漏電って言ったら変なんですけど、電池がなくなる状態になっちゃうんですよね。乾電池でいう、乾電池ってただ入れてるだけでもいざねつけようと思ったらつかなくなると思うんですよね。それと同じ状態になるので、まあ電池を抜くっていう感覚でいいですかね。はい、ということでマイナスを外してください。はい、よろしいですか。はい、はい、で最後に3点目ですね。3点目に何をしてほしいかっていうと、これ一番やってほしいんです。一番やってほしいのは、まあ一立化のうちの除雪機はヤマハの除雪機なんですけど、ヤマハ、はい、まあホンダでもどうなんですかね、他もわかんないですけど、ここに、キャブレターっていうのがあるんですよね。キャブレターっていうところにガソリンが行って、空気と混ざって、エンジンが動いてる感じになるんですけど、そのキャブレターの中のガソリンを抜いてほしいんですよ。抜く。で、キャブレターの中にガソリンを入れたままにすると調子悪くなるんです。なんか空気と混ざって空気なくなるみたいな。違います。まあガソリン古くなるんでね、燃えづらくなるんですよね。それが不調の原因になります。なのでそのキャブレターの中のガソリンを抜くっていう方法があるんで、これを一課に協力してもらってちょっとやろうかなと思います。はい、はい、それではですね、一課にちょっと手伝ってもらってやっていこうと思います。はい、まずキャブレター、今、冬使ってた状態っていうのはこの運転っていう位置に矢印が行ってるはずです。はい、でこれから今やりたいことはここにキャブ、うん、キャブって書いてるんですけど、ここにダイヤルをひねって回すとキャブレターのガソリンがこのホース、このホースを伝って出てきます。なのでここに今容器を当てています。じゃあ実際にガソリンを出してみましょう。一回お願いします。はい、はい、ひねって左側にひねります。はい、はい、キャブの位置に持ってってください。はい、出てきましたね。はい、出てきました。止め、はい、出てきました。そんなにキャブレターの中にガソリンって入ってないんで、あ、もう止まりますね。わあ、こんなもんです。すっくな、これが今キャブレターの中のガソリンを抜きました。ちょっとピンク、はい、で次キャブレターとガソリンタンクがつながってるホースがあるんですけど、その中にもガソリンが残っちゃうんで、次はこのホースっていう位置にダイヤルを回します。はい、あんまり出ないですけどね。どうぞ。はい、あ、出ましたね。ちょろちょろっと出ましたね。これで終わりか。はい、これだけです。終わった。これだけです。終わった。これをやっていただくと、ひと夏越して冬を迎えて、いざエンジンかけるときにはなんともないです。ガソリンの匂いちょっとする。ガソリンですかね。ちょっといいですか。これは、なんか紙に吸わせて普通に燃えるゴミで出してください。はい、いっぱい吸わせてください。で、これが夏の状態。まずはガソリンが満タン、そしてバッテリーのマイナスのターミナルを外す、そしてキャブレターのガソリンを抜いてあげる、キャブとホース抜いてあげる。もうね、バッテリー外してるんで、キャブレターのガソリンも抜いてるんで、もうエンジンかかりません、ね。で、じゃあ冬になりました。じゃあどうしましょう。って言った時は、まず、キャブレターを運転にダイヤルを回します。はい。覚えておいてください。はい。そして、バッテリーの端子をマイナスつなげてください。はい、そして、まあ、ガソリンは満タンなので特にいじることはありません。
あとはそれでエンジンをかけてください。このカバーもカバーつけてね、カバーつけてくださいね。はい。お、リッカが来ましたね。リッカが来ました。という流れで、一冬ね、こす準備簡単なんでね、もう5分10分あれば終わります。リッカが来ましたね。持っております。できますので、女性の方でもできる、準備ですね。やってみてください。あと実際に冬になる前に、点検する場所ね、オイルの点検とか、ゴムクローラーの張りが弱くなってないかとか、あと、これね、シューターの動きね、オーガの動き、実際に回してみてね、調子を確かめる。 LED ライトバーも先ほどエンジンかけたら絶好調です、はい、という流れになりますので、ぜひやってみてほしいなと思います。はい、この動画が参考になりましたら、チャンネル登録とはい、グッドボタン。コメントー、はい、コメントも、はい。よろしくお願いします。ということで、また、次の動画でお会いしましょう。あとね、ゴールデンウィークも、日にちが少なくなってきたので、楽しいゴールデンウィークを過ごしてください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。はい、いずりこチャンネルです。ただいま、ただいま断捨離大掃除中に蛇が出てきました。蛇が出てきました。いや、ダマどうやって捕まえんの。首をそこ持ってもいいから。首、そのまま持っていけばいいじゃん。こうか、かじわい、かじわい。え、毒ないよね。ない。こっちに来ないで、こっちに来ないでって。いや、そのまま引きずって向こう破り。破り。あ、ちょっと、行きます。はい。さよなら。ヘビちゃん、さよなら。里に帰る。